ダンスやりたい、沖縄行かなあかんねん。なんで私は兵庫県やねん。分かりましたって連絡来て、行くかと思って。バックダンサーだ。じゃあバックダンサーで、すごい。親御さんっていうのは、うん、そのダンサーとしての活動、うん、やっぱ心配するね、親御さんも多いと思うんですよ。ダンサーの職業って大丈夫かなってちょっと不安定なイメージもあったりとかすると思うんですけど、どうですか、親御さんは今のご活躍見てどういう反応されてますか？めちゃめちゃ喜んでますめちゃめちゃ喜んでくれてる、大応援やね。なんか出るってなったらもう喜んで見てくれて、いやー娘大好きやね、ほんまにありがとう。なんかあれですよね、ママってナコレチンダンススクールチャンネルの方の自己紹介でもおっしゃってたのと、ちらっと聞いたのママもダンサーさんなんダンサーって言えるほどじゃないけどでもあ、だからそうか、ママが結構きっかけかも。アムラちゃんに憧れて始めたって言ったけど、ママが通ってるスタジオに行ったんや。そんなママよこの時期で分からんけど、そのクラブとかサルサってさ、おしゃれスタジオで踊るっていうよりなんか、ああいうクラブとかでニューヨークのなんかおしゃれな人たちが踊ってるイメージでレストランとかでやってはるわ、パパはもうあ楽しかったらみたいな感じで見守ってるパパなんかちょっと想像したら面白い雰囲気やなでも私もそんなママなりたいお前らなってなってほしい、他何歳まで踊りそうみたいな。素敵、いや続ける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 、じゃあママの影響絶対ありますよね。影響は受けてないけど道は作ってくれた感じがあると思う。きっかけにはね、なりましたいうことですね、別に上手くないからね、ちょっと最後の質問に行きたいと思います、はい、まゆこさんの、今後のやりたいこと、まあ、今やってることでももちろんいいんですけれども、うんうん、ダンサー以外にもね、まあ、ネイルの資格を持ってらっしゃりとか、ファッションブランドを回ったりとか、なんかダンサー以外にもね、ふざけたやつね、結構マルチな活動をされてるので、いろんな活動をされてる、うん、こう理由だったりとか、うんうんうん、今後も続けていきたいものだったりお伺いしてもいいですか？これほんまにでも悩んでんねんなダンサーってやっぱそのお母さん今でも踊ってるけど、やっぱいつまで踊ることは踊れると思うけど、プレイヤーとしてお仕事としてやっていくかってやっぱ難しいことをやる。なるほど、はい、まあ、オファーいただけたらもちろんいくつになっても踊ってたいけど、それもそういうのもあって YouTube 始めたのもあるかな。自分が発信、自分次第やん YouTube って。そうですね、もう自分がプロデュースでいろいろできますもんね、うん、YouTube 結構力入れてやっていきたいなっていうのがあるかな。ネイルもいつかはね、ちゃんとお店じゃないけどサロンもほんま持ちたいって思ってるし、持ちたいマジですか、ガチじゃないですか今ほんとお友達にちょっとやってあげてる程度やけど、ちゃんとサロンとしてもやりたいなっていうのもあるし、うんうん、まあ、アパレルにゆるくやってるだけなんで、自分が着たいなと思うデザインが生まれたらペッて作ったりするぐらいだから、でもそれもすごいよな。だからそのネイルとかもね、うん、結構友達のダンサーとかがこう、うん、あのまゆこさんにやってもらったみたいなので、うんうんうん、やっぱインスタに上げてると、もうなんかその友達にやってあげてるっていうクオリティじゃないんですよ1級持ってますから1級やし、だから確かにね、お店を持とうと思えばできるし、うん、お店も持ちたい。そう、なんか細やかなのでこう気になったり、その凝り性って言ってましたけど、やっぱりそういう部分でもやっぱその YouTube の編集力だったりとか、うん、あとはそのファッションのね、そういうのもブランドも作れたりとか、うんうん、なんかもういろいろできるんですけど、でもまあプレイヤーとして踊ってられるのにはやっぱ限りあると思うから、うん、まあ、その作る側とか振り付け側に回っていくのかとかも、あーなるほどね、最近は振り付けのお仕事とかもちょこちょこやけどいただいたりしてて、まあ、そっちの楽しさもあるなと気づかせてもらってるから、制作サイドですよね、裏方というか、うん、でもやっていきたいなっていうのはあります、まあ、確かに作る側ってなったらこう、うん、こう息の根が長いというか、うんうん、こう若手のダンサーの子たちにちょっと踊っていただいて、うんうん、こう演出をするっていうスタイルはいくつになっても作り上げるのはできますもんね、うんうん、そっちの楽しさも最近ちょっと知ってたかなって感じです。あ、そうなんですね。そんなんできるでしょ、こんな凝り性やったら。いや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 、リハめっちゃ詰められそうやけどもうちょっともうちょっとかリハのタイムスケジュールとかこだわるから衣装もうちょっと衣装どうしてくれたみたいな編集にも言い出すんでしょ全部できるやん、ミュージックビデオのここ編集もちょっとこうなります全部気になるやん、できるから。それが気になっちゃうんですよね、なんでもかんでも
増やろうと思ったら器用に本当にこれからもしかしたらもう一個ぐらい増やすお子様やったらね、なんか興味持ったらすぐやっちゃう病。じゃあ結構なんかダンスやったらダンスだけみたいな脳なんで、うん、本当にそのいろいろねこうファッションもやりながらとか、なんか他にこう資格を取ってるんですとか、なんかこう学歴がすごいダンサーの子とかもいるじゃないですか、なんかああいうのがマジできるみたいな、うん、でもこのコロナの時期にさやっぱこれだけじゃダメだって多分思った人がすごい多いんやろね、いろいろみんな資格とか取り出したりしたよね。ああでもそうかもしれない、やっぱコロナでこうダメなことばっかりじゃなくて意外とね、うんうん、新しいこと探しできた人も多いかもしれないですよね。そう思ったらなんか舞妓さんは早い段階で YouTube でも切り替えて、でも、でもこのコロナのがきっかけやからな、本当に参考にさせてもらってるし、もうその視聴者としてもあの楽しませていただいてるんで楽しみにしてます。ありがとうございます。本当にじゃあなんか終わるのが切ないんですけど締めますね、はい、締めてくださいはい、なんか今日はもう勉強にもなりながら、そして舞妓さん の, あのそういうね知らなかった裏側なんかもねたくさん聞けてとっても楽しかったです。楽しかったですこれから舞台とかもね出られたりとか YouTube の方も上げられると思うのでちょっと見に行きたいと思います、はい、これからもよろしくお願いします。お願いしますはい、ここから YouTube の編集でだいぶダメ出しをされると思うんですけどちょっと編集も舞妓さんに LINE したいと思います。頑張ってください。編集頑張りますダンサールーツ編もお越しいただきました、ダンサーの舞妓さんでした。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら笑っちゃうの、グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。これからもダンサートークチャンネルもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。